総慶応英語協会、落とし穴も出る傾向も何をやればいいのかもほんまかって思いませんか。というのもですね、天下の早稲田、天下の慶応ですよ。もうどうも、篠原です。今回は総慶応英語教材ということで、早稲田慶応に受かるための英語の教材について話していきたいと思います。まあまず前提として、僕篠原はですね、文系理系早稲田慶応問わず、こちら、めちゃくちゃいろんな生徒を受からしてきています。まあ正直ですね、総慶に関しては僕の中ではもう受からす方バレてるんですよ。僕の中ではもうこれやれば受かりますよと、この学部はこれが出ます、この学部はここ注意っていう、もう落とし穴も出る傾向もう何をやればいいのかももう分かってます。分かってるんで慣れてるんですが、あの一方でですね、早稲田慶応に関してはいろんな人がもういろんな勉強法を言ってると思うんですよ。まあ早稲田慶応に行きたいっていう人すごい多いですから、まあその需要があるということでね、まあ供給もあっていろんな人がいろんなことを言うと思うんですよ。でまあ一番その中でも有名なのがギャルがね、まああんまり成績が良くないところから慶応に現役で受かったみたいな本があるかなと思うんですが、まあこれはね、まあ一つの勉強法、まあ事実としてそういう勉強法でうまくいったという成功体験の一つだと思うんですね。まあこれはこれでいいかなと思うんですが、あの正直じゃあ同じことを100人がやって100人が受かるかっていうと、まあそうとは言えないんじゃないかなと個人的には思います。やっぱりまあ作中で言われてるより僕個人としては慶応は難しい大学だなというふうに感じてますね。やっぱりあの話は物語としてまあ完結されてる話、完成されてる話なんでフラフラとしていいんですが、まあ猿真似をしてうまくいくかというと、まあ、どうかなというふうには思います。篠原の単語テストのコーナー、今回の重要英単語はこちら。意味わかるかな？正解は動画の後半で。じゃ あ、どういう勉強法が正しいのかというところですね。もう最初に分かっていること、一番大事なことがあります。それは何かというと、学部を決めるということ、大学を決めるということ、どこを受けんねんということを決めるということなんですね。ということで、早慶対策で一番大事なのは、過去問です。正直ありとあらゆる参考書、市販の参考書、もちろん早慶英語に強くなりますよ的な教材もいっぱいありますが、一番大事なのは過去問。もう過去問が一番大事で、もう過去問さえやってりゃ、まあとりあえず最低限の傾向はわかるし、どれぐらい取れないのか、何ができないといけないのかということも分かってくるわけなんですね。これによってですね、省エネができるようになります。まあ例えばですが、東京大学を受けようと思うと、まあ長文もできないといけない、語彙力もつけないといけない、英作もできないといけない、和訳もできないといけない、リスニングもできないといけないわけなんですが、この今手に持っている早稲田の社学、社学に関しては文法問題出ます。これはやらないといけないんですが、長文もやらないといけないですが、じゃあ英作文、リスニングいるかっていうと、まあ過去問見てもらったらわかると思うんですが、まあいらないわけなんですよ。まあもちろんね、今後の傾向が変わっていったら出るかもしれませんし、まあ社学に関しては有名というか人気な学部ですので、まあ今後ね、その英作とかを出してきて、まあ差別化を図るということはやってきそうだなというふうには思いますが、まあとりあえず、リスニングの勉強はそんなに頑張らなくていいみたいな感じで省エネができるわけなんですね。まあこれが東大とかを受けようと思っている人と早稲田を受けよう、慶応を受けようと思っている人の最大の違いです。やらないといけないところが専門技能に特化していくわけだから、サボれるところがだいぶあるというところなんですね。もちろんサボって出るところだけやってた方がいい点が取れますので、まあ一番大事なのは過去問なんです。まあもっと言うとですね、これ英語長文に関して言うと、あの出題のパターンというのがある程度決まってるんですね。例えばですけど、社学に関してはやっぱり社会科学系の英語長文が出ますし、文に関してはやっぱり文学部、人文学系の長文が出ます。理に関しては当然理工学系、まあ、数学の証明みたいなね、そんなのが出たりとかもしますから、まあ、そんな感じで学部ごとで出る問題って決まってるんですよ。なんで、まあ、やっぱりその似たようなテーマの長文ばっかりやってる方がもちろんできるようになっていきますから、最初に見るべきはやっぱり過去問なんですね。ところが、まあ、過去問やっても、まあ、意味がわからんというところもあると思うんですよ。特にまあ実力がまだ伸びきってない状態、まだ伸びしろがいっぱいあるよっていう状態だと過去問やってもできないと思います。例えばですが、語彙力に関してはこちら鉄壁という単語帳がありますが、この鉄壁という単語帳、これね、あの東大英語っていう風に書いてるんですが、東大受験生以外にも非常に武器になる、そんな単語帳になっています。まあ大体英検2級突破レベルぐらいですね、英検2級突破レベルぐらいから準1ぐらいまでの単語をカバーしてくれてる。しかもですね、カバーしてるだけじゃなくて、復習しながらで、いろんな語彙のイメージを抑えながらで、派生語こんなのありますよとか、そういうところも抑えながらっていう、非常にまあ分厚いですけど、分厚いだけはある、単語帳なわけなんですよ。個人的には
そういう上のレベル、まあ英検2級突破したよぐらいから上だったら、もうこの鉄壁っていうのはすごいいい単語帳だなというふうに思ってますが、まあこのぐらいの力はないと早稲田英語そもそも読めないですね。まあもちろんね、鉄壁じゃなくてもいいです。ターゲット1900とかシステム英単語とか別の単語帳を使ってるよっていう場合、それやってもらってもいいんですが、こういうね単語帳、これぐらいの語彙力はないとちょっとまず読めないですね。戦えないというところになります。ただね、これだけだと早稲田英語、慶応英語ってできるようにならないんですよ。こちら英検1級のデルジュンパスタンですね。ここまでやっておかないと全単語わかるっていう状態にはなりません。これはですね、どういうことかというと、早稲田英語っていうのは英検1級ほどは難しくないけど、英検準1よりは難しいですよっていう英語長文が平気で出てきます。でやっぱりね、語彙力としてもかなりレベルが高いものが出るんですよね。まあこれまで僕の生徒、正直英検11レベルの語彙力でも受かってます。だけど英検1級まで勉強してる人の方がより高い点を取って受かってます。まあこれもちろんですよね。なんで英検11レベルの語彙力を身につけたら、そこで満足しないでほしいと。やっぱり英検1級レベルの語彙力まで持っていくべきというところになります。ここでですね、やっぱり赤本の研究が生きてくるんですよ。つまり人文学系の学部を受けるんだったら、人文学系の単語だけやっときゃいいんですよ。社会科学系の学部を受けるんだったら、社会科学系だけの単語をやればいいのであって、英検1級の単語量ってものすごい膨大だけど、単元を絞ればそんなに多くなくなるわけなんですね。なので単元をギュッと絞って、そこを徹底的にやっていくという勉強の仕方をお勧めしています。まあ正直言って早稲田英語、慶応英語対策、当然やるべきなんですが、まあ文系だとやっぱり社会とかね、理系だとやっぱり数学が大変ですから、こっちにも時間割かないといけないってなった時に、まあ英語ばっかりかまけてるわけにはいかないんですよ。ってなると、まあもうある程度単元は絞ってやらざるを得ないのかなと思いますし、まあそれでグッドイナフというところですね。十分合格しているよというところです。くどいようですが、準1レベルでも受かってます。もう合格点取るだけだったら準1レベルでもいいんですが、差をつけたいということだと、やっぱり英検1級レベルまでやる必要があるかなというところですね。で、早稲田英語に関してなんですが、解釈はいらないとかね、精読はできなくてもいい的な話があるんですよ。いやこれね、記号問題しか出ないんだから精読できなくていいんだみたいなことを言う人いるんですが、ほんまかって思いませんか？というのもですね、天下の早稲田、天下の慶応ですよ。もう日本の歴史の中でずっと日本国というものを支えてきた知的エリートの人が、英語の精読ができないわけないと思いませんか？で、確かに慶応とか早稲田っていうのは、まあ便宜上、受験生がすごい多い人気の大学ですから、記号問題ばっかり出してきます。じゃあ、精読ができなくていいか？なわけはないよね、ということで、こちらですね。まあ、英文解釈の技術の基礎訳を持っています。まあ、この本は、基本的には国立向けの教材ですね。国立の大学を受ける受験生がやるような教材なんですが、まあ、正直このぐらいはできないとね、っていうふうに思いますね。その時間がないと、あまり時間が取れなくて、精読ができないよっていうんだったら、しょうがないところも多少はあるのかなと思いますが、なんか、サボろうっていうモチベーション、できるだけ省エネしようっていうモチベーションで、受かるかっていうと、まあ、厳しいですね。でどういうところで厳しいかっていうと、やっぱり内容一致問題とか出てきて、精読しないといけない、ここはちゃんと読まないといけないってなった時に、精読ができるとちゃんと読めるんですよ。もちろん他のところはバーッと速読するんですよ。他のところはバーッと速読して、あ、ここは精読するべきだなと思ったら、ちゃんと精読して内容を理解すると、だから精読率が高くなるわけなんですが、精読ができないとそこをなんとなくで読んじゃう、多分こういう感じだろうで読んじゃうので、やっぱりね、読みとしては薄いんですよね。読みとして薄い感じになった結果、やっぱり点数が取れないということで、いろんな意見あると思いますよ。いろんな意見あると思いますが、省エネ、効率化の名のもとに、大義名分のもとに、こういうのやらない人すごい多いんで、うん、まあそういう人は、まあろくな目には大体合わないですね。逆に言うと、きっちりこういう勉強してる人、それこそですね、京大を受けようとかっていう人は、勝手に早稲田系を受かっちゃうんですよ。そんなに早慶対策して、過去問ちょっとしかやってないんだけど、受かっちゃうんです。それはなんでかっていうと、京大英語っていうのはすごい精読力要求するので、そのトレーニングをしてると。で、実は京大英語ってすごい速読力も要求するんですね。なんでそういう勉強してるもんだから、いざ早稲田やった時に結構ふっと、もう多少、まあ過去問やったぐらいでもう合格点取れちゃうんですね。当然、まあ語彙力は多少足りないです。早慶を専門でやってる人に比べたら足りないし、傾向に対する理解、慣れみたいなものも足りてないんですが、それ
それでも取れちゃうっていうのは、まあ、精読力がちゃんとあるからに他ならないわけなんですよ。まあ、いろんな意見はあると思いますが、まあ、篠原個人としては解釈はやるべき。やっておかないと早慶英語戦えないかなと思いますね。続いて、英文法ですね。英文法に関しては、こちら、英文法ファイナル問題集。ここはですね、ワフダ受けるんだったら、そして文法問題が出るんだったら、もうやっとけよっていうふうに、言うような教材になりますね。正直ですね、ワフダの文法問題非常に難しい。あんなもん聞いてどうすんねんと、だからなんやねんと思うような問題ばっかり出していきます。が、まあ出る以上ちょっとやらないといけないので、まあこういう英文法ファイナル問題集やってもらったりとか、あるいはもう受ける学部をしっかり決めている、出る文法問題が分かりきっている場合はこういう英文法5本の4問500とか、こういうものをしっかりやってもらってます。はい、英文法問題めんどくさいんですが、もう早慶受けるんだったらやらんかいというところで、まあ提案しているところでもありますね。そして一番大事なのが英語長文の対策です。まあその対策としてはやっぱりね、過去問が一番いいですね。まあ過去問演習が一番いいかなと思います。早稲田とか慶応は過去問はめちゃくちゃ過去まで遡って手に入れることができますので、もうガン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 過去に遡っていただいて、どんどん解いていただくというのが、まあ一番成績が上がりますね。ただですね、まあ、正直早稲田の、例えば社学を受けますと、まあ慶応の経済受ける気ないですっていう人でも、ある程度社学をやって、慣れてきたなと思ったら、同じようなテーマですね。似たようなテーマの、やっぱり慶応の学部。例えばですけど、早稲田の文を受けるんだったら、もうこれは第一志望なんだったら、慶応の文も一応まあ問題演習としてやってみたり、ワフダの文を受けるんだったら練習問題として慶応の文をやってみたり、あるいは慶応の理工を受けるんだったら、まあ、ワフダの先進理工とかね、そういうのをやってみるみたいな感じでやるのがいいかなと思います。まあこれはある程度その傾向に慣れた上で、まあ、10年分ぐらいやってなるほどなとこういう感じで来るんだなっていう風になった時に、10年やっちゃうと、まあ、かなり古い過去問をやってることになるじゃないですか。まあ、特に篠原塾の方針では早めに過去問やるようにしてるんですが、早めに過去問やっちゃうとどんどんストックがなくなってくると、早慶の場合たくさん手に入るとはいえ、ちょっとまだ解き散らかしたくないなという風になった時に、このライバルとなる慶応の同じような類似学部の問題をやるというのは非常にいい勉強になるんですね。まあ僕個人のおすすめとしては、やっぱりまあ早稲田慶応っていうのは1個に絞るべきです。まず早稲田対策慶応対策両立っていうのは非常に厳しい。まず1個に絞るべきで、絞ってさらに学部もできるだけ絞りましょう。できたら1個に絞ってほしいです。1個の学部もここに行きたいんだっていうのを絞っていただくと、で絞っていただいたら、まあそこの過去問をまずやってみるというのが一番いいかなと思います。やってみた上でその問題が解けないとしたら足りない力は何やということで、いろんな教材をやっていくというところですね。まあテーマへの理解とかそういうものも当然足りないですし、まあ文法対策やってないとかね、そういうところも当然あります。なんでそういうところをこうなんとかかんとかしていきながら、過去問を中心にどんどん問題演習をしていくと、でそうこうしていくとできるようになってくるんですが、もうちょっと問題演習したいなと、だけどこれ以上過去問使いたくないなっていう時期がやってきます。ですると、まあ慶応の類似学部とか、まあ他の学部のまあ似たようなところ、まあ経済を受けようとしてるんだったら社学とか法とかね、なんかそういうところをこうちょっとつついてみてみたいな感じでやってみて、まあより多くのいろんなテーマに慣れていくっていうことをやっていきながら、もう一回本命の学部の過去問解くと結構ね、フルッと解けたりとかするんですよ。まあこういう感じで対策していくっていうのが、まあ早慶対策の基本的な受からし方になりますね。ただですね、今僕が喋ったのは英語の話です。これ数学、理科、文系だと国語、社会、まあ全部あるんですよ。それぞれの教科でもこれで受かりますよと、これが戦い方ですよっていうのも分かってる、バレてるんですね、僕の中では。ただなんかね、調べたらいっぱい出てくると思うんですよ。で調べたらいっぱい出てくるし、正直いやそれ嘘だろみたいな情報もめちゃくちゃあります、早慶に関しては。なのでぜひ信用できる先生に今後どういう勉強をするべきかというのはアドバイスを求めてください。篠原の単語テストのコーナー、回答編。この単語の意味、正解はこちら。重要な単語だから覚えておこう。まあもしね、この動画が好評だったら、例えば早慶の数学対策の動画とか、まあ投稿したいなと思いますし、まあ興味があればこちら、僕の方で LINE の無料談相談やっています。この LINE の無料談相談ね、こちら、このカルテ作成をする中で、まあこうやって勉強していくのが早慶対策ですよってアドバイスをしているんで、ぜひ今のうちに申し込んでください。この LINE の QR コードを読み取っていただいて、スタンプを送ってくれたらそこから予約制でやってます。ということで今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。